今回の裏技は、ファンタシースターシリーズの中でも、失格の烙印を押されてしまった、時の継承者、ファンタシースター3、です。多くの裏技があるのですが、結婚システムによりシナリオ分岐も多く、全部を再現するのは厳しいということで、ご了承ください。スタート直後に、道具屋でレザーブーツを売却して、その金でイグザオカリナを購入しておきます。王様のところへ行くと、紆余曲折あって、地下牢に閉じ込められてしまいます。ここで、先ほど購入しておいたイグザオカリナを使います。このアイテムは、ダンジョンからの脱出に使うアイテムです。王様のところに戻ると、一本取られたわい、と感心されますが、話が進まなくなるので、リセットするしかなくなります。地下牢からは、リナの手引きで脱出するのですが、リナに近づくと同時に A ボタンで話しかけ、話が終わるところで方向キーを上に入れておきます。するとリナの後ろについていくはずのケインが、檻に引っかかって動けなくなります。ここでイグザオカリナを使います。こちらは普通にゲームを進めることができる上に、地下の宝物も回収できてお得です。こちらもゲーム開始直後にできる裏技です。お城のこの場所で話しかけると、誰もいないのに、このようなメッセージが出ます。戦闘で先手を取った時に、残り TP 以上のテクニックを使おうとすると、TP が足りない、というメッセージが出た後に、戦闘が終了して勝利したことになります。経験値やメセタもちゃんともらえます。裏技というわけではないですが、知っておくと便利な小技です。聖衣の袖、というアイテムは、使うと HP を回復してくれます。何のデメリットもなく無制限に使えるので、これがあれば攻略は格段に楽になります。これはケイン編のラスボスである、シールの国王です。こいつを倒す前に、ミューカシーレンに、イグザオカリナを持たせておきましょう。ここで結婚相手を決めますが、ここはリナを選択します。続いて二人の子供のケインの章に移ります。まずは城の地下に向かいます。その前に城を出てしまうと、多分この技は使えなくなります。ここでイグザオカリナを使用すると、ケイン編の最後の舞台だった、シール城の地下にワープします。そのままシールの国王のところに向かいます。雑魚がラッピー一匹しか出てこないので楽です。当然戦力的にはダウンしてますが、なんとか倒せました。ここでケイン編と同じ会話が繰り返されます。しかし、最後の結婚相手は、ちゃんとレイン編のものになるので、レイン編は丸々すっ飛ばせるというわけです。ちなみにライアと結婚して、クイーン編になったら、
先ほどと同じパターンでイグザオカリナを使うと、紫の月にワープできるので、序盤をすっ飛ばすことができます。